なことか。なんだとはなんでござるか。だってそんなの今心配したってしょうがねえだろう。いや、妖殿は少々考えが甘いのではござらぬか。進むべき道か。おいらは確かにいい加減かもしれねえ。でも何が起こるかわかんねえ先のことに怯えるよりも、今何が大事かってことの方がよっぽど重要な気がする。それが今の素直な気持ちだけどな。妖殿。大丈夫、お前は強いよ阿弥陀丸。きっとなんとかなるって。なんとかなる。確かに先のことばかり恐れていても仕方がない。むしろあれこれ詮索して生きる者ほどいざという時弱く脆いものだ。もしかするとこの柔軟な心こそが妖殿だ。なるほど、それが君の見つけた魂のあり方というわけだ。実に結構。お、でもさ、アンナさんは信じてるって言うけど、ヨウ君本気でシャーマンキングになるつもりあるのかな。なんでよ。だってヨウ君っていつものんびりしててゆるいでしょ。どうもそういうハードなことは向いてないと思うんだけどな。あんたは何にも分かっちゃいない。それは君の方じゃないか。君はヨウ君を無理やりそうさせているだけなんだ。だいたいヨウ君はシャーマンキングになってどうしたいってんだ。本人は何の苦労もしない楽な生活がしたいって言ってたわ。ダメじゃん。そんなやる気のない奴が世界の救世主でいいのか。だからいいのよ。うん、私は俺が世界を救うなんて奴はもちろん信用しないし、やってやるぜってガツガツした熱血マンが大嫌い。だってそんな奴らに限って己の欲望をむき出しなくせに、困難にぶつかるとすぐへこたれる。なぜかわかる？え？奴らは結局自意識と己の欲でしか目的を持たないからよ。でもヨウは違う。ヨウは楽でいたい以外の目的なんか持ち合わせちゃいないもの。だからいつも笑っていられるし、目的に縛られて自由とゆとりを失うこともない。それは逆に言えば、いつでも自由な発想で何でもできるってこと。人の欲望は満たされた瞬間消滅するわ。欲のために生まれた目的がシャーマンキングなら、それを果たした後その人は何をしてくれるのかしら。ヨウは何があってもヨウでいられる。だから私はそんなヨウを愛してる。愛。だから私はヨウは必ずシャーマンキングになれるって信じているのよ。